どうも、レスプレスラボの山下です。本日もよろしくお願いいたします。連日出張と教室が重なっておりまして、動画の方が更新がなかなかできず、誠に申し訳ございません。できるだけ時間を見つけては行っていきますので、よろしくお願いいたします。先日ですが、バリスタのスターターセットですね。私が販売しているスターターセットです。ここに出てるかと思いました。まあ、マシンやグラインダーなどのセットですね。本当にご購入いただきましてありがとうございました。このサポート付きのこのマシンのセットについてですが、やはり何でしょう、こう未経験の方でもスッとハートがかけたりしますので、これからラテアートを挑戦される方がおられましたら、ぜひ活用いただけたらなと思います。あと LINE のサポートを今まで無料でやってきておりましたが、もう本当に忙しくなってきましたので、誠に申し訳ございませんが、無料の方については、返信が非常に遅くなりますし、もう本当にやめてしまおうかと考えております。本当に申し訳ございませんが、ちょっと LINE の方、無料の方は教室に来られてない方の返信は遅くなりますので、ご了承いただけたらなと思います。もう一つ、コーヒーのカップですね。こちらもどんどん売ってきております。私も時々使っています。と新しくどんどんカップも販売していこうかなと思っています。こういったちょっと背の高い淡いピンク色など、淡い色の依頼の可愛いものを販売していくつもりです。また、公式の世界大会の公式のカップですね、ラブアミックスっていうカップですね、こちらも販売を開始していこうかなと思います。もちろんそこにはちゃんとラブアミックスのロゴも入ってますので、正規品としてしっかりと販売させていただきます。もちろん操作の方にもラブアミックスのロゴは入ってます。本当に時々入ってない時がありますが、それは偽物ですので、ちゃんと正規で販売しますので、よろしければお願いいたします。今回ですが、ラテアート何でしょう、まあ、スタート始めていくにあたり、まあ、スチームはもちろん大事なんです。これもまた話していきます。で、まあ、大体適当に何でしょう、泡立ててしまえばそれなりに、まあ、なんとかなりますので大丈夫なんですけど、こう書くときに何を注意したらいいのかっていうのをよく聞かれます。でそれについて、書くとき何を注意したらいいのかについてお話ししていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。今回は初心者の方ですね、今対象にハートをこう描こうとして、カップよりすごく小さくなる方、こういう小さくなる方とか、まあ、逆にもう全然出ないですよっていう方について、なんでなのかっていうのについてお伝えしたいなと思います。またリーフもものすごいモヤモヤしてしまってラインが出ないっていう方も、この今から話すことに当てはまりますので、できたら聞いていただけたらなと思います。でラテアートっていうのは非常にその重力っていうものが関係してきます。はじめにアートを描く前に水面を上げるじゃないですか。あの時は牛乳に重力っていうのをプラスして、クレマより重くすることで沈めることができるんですね。でまあ、アートを描くときは次はピッチャーをカップに近づけて描きますよね。でその時にピッチャーの口と水面が何でしょう、ちょっと上がりにくいですけど、ピッチャーから液体が出る時にこう水面に近づいていたらこうまっすぐ出るんですよ。もうざっくり言えばそんな感じですね。でその距離っていうのが非常にアートを描くときに重要になってきます。でそのピッチャーの口が少しでも液体から離れてしまうと、アートっていうのはもう流れずに下に向かおうとしてしまいます。でその理由としては、まあ、これピッチャーの口ですね。でピッチャーからこう出ているときに液体っていうのはすぐに落ちるわけではなくて、ある程度注ぐ勢いがありますので、そこから放物線を描いて下に落ちていきます。そうですよ。ですので
この放物線を描いた先で落ちる時っていうのはかなり重力がかかってます。ですのでコーヒーカップがあったとしても全部液体の下に落ちてしまいます。でピッチャーの口から飛んだ瞬間にクレマに着水することができれば、カップの中に対流っていうのが生まれてアートは描けるようになります。でですね、いかにそのピッチャーの口と水面っていうのを近づけるかっていうのが非常に重要になってきます。で、そうですね、ここ水面を上げてで、アート描くときここにもぶつけてしまうといいですね。ぶつけてしまって描けばうまいことラインっていうのは出てきます。で、アートを描こうとした瞬間にやっぱりこぼれてしまうっていう恐怖心からカップをまっすぐにしてしまう方が多いです。またはそのすぐに少しだけ戻してしまうっていう方がいるんですけど、こうすることで水面とピッチャーの口っていうのは離れますので、放物線を描く前に着水することができずに放物線を描いて下に落ちようとした時にクレマに到達してしまう。そうすると液体っていうのは落ちてしまいますので、カップの中を流れるっていうことはないんですね。もうそこから落ちてしまいます。ですので、できるだけ水面を上げた後はもう一度カップを倒してアートを描きながらゆっくり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 戻してもらえば、大きいハートっていうのは簡単に描けるようになります。で、リーフに関してもアートを描こうとした瞬間、近づけた瞬間に戻してしまうっていう方はやっぱり多いんですよ。そうすると水面が上がってくるまではどんなに降ろうがどんなに注ごうがラインっていうのが出ないんですね。もう全部クレマの下に落ちてしまって、でもまあ幾分かは出てきますので、しっかりとした白いラインが出るのではなく、もやっとしたあまりコントラストが出ないアートになってしまいます。もちろんリーフだけじゃなくてウィングチューリップもそうですね。何かこうもやもやした白いのか茶色いのか何かはっきりしないものがうわっと広がって、最後の方にラインがピュ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 って出てしまうって感じになります。そうすると後々複雑なアートを描こうとした時に描けなくなりますので、できるだけそれがアートを描いた瞬間ラインがスッと出るようにしたいですので、水面を上げた後はカップをもう一度倒してピッタをぶつけに行ってください。そうすることでラインが綺麗に出るようになりまして、アートは描けるようになります。でも本当にもうラテアートはそれが全てですね。基本的にはもうそれをいかに狙うかです。ですのでアートを描く人も大会とかでしたらもうそれをすごい狙う人もいます。もうここだけ見ているっていう人います。でマスターズ UCC の方ですかね、でしたらもう本当にものすごい近い位置でずっと描く人がいます。もうそれぐらいその距離っていうのは重要でして、上手い人はそこを本気で狙いに来ますので、ぜひまあまあここまでして描かなくていいんで、結構それを意識していただけたらなと思います。それでは最後に、ハートを1回描いて、終わりにしようかなと思います。で、今回から、ハンドルを新しく導入しました。ボトムレスハンドルです。これ下塗りの型オスカーですね、販売しますので、よろしければぜひ。やっぱボトムレスはいいですよ本当に。で、まあ、2つに分ける方は今までのやつがいいんですけど、まあ、1個で濃厚なエスプレッソを取り出してラテを描いて、飲むっていうね、結構贅沢な感じで味としても美味しいです。で、最近の流行りの抽出仕方になりますので、味だけではなくラテアートもやりやすいですので、よろしければ一度検討してみてください。それではいきましょう。ハートです、どうぞ。それでは作っていきます。今回はブラインドシェーカーも、まあ、なんとなくせっかくのボトムレスですね、使っていきます。で、カップは、ラブアミックスを使っていきます。やっぱり描きやすいですね、この
ツルツルしているせいなのか、ぜひ一度試していただけたらなと思います。ブラインドシェーカーで、静電気とガスを調整していきました。で今回は少し豆が、1週間とちょっと経ってますので、あまり振りすぎず20回ぐらいで軽く静電気とちょっとだけガスを抜くって感じですね。で、ブラインドシェイカーとか動作リング、こういうものをお持ちの方はこのままちょっと振っていただいて、ディストリビューション、表面を均一化させていきます。で軽くレベリングして周りの縁を完全に埋めていきます。こういう感じですね。縁に穴がないようにしておいてください。でその状態で、ディストリビューター、やっぱりこれ必須に近いですよ。やっぱりそう思います。で家庭用の方もありますんで、よろしければぜひおすすめです。本当にお持ちの方はもうどんどん使っていただきたいなと思います。やっぱり味も相当美味しくなりますんで、ぜひまだお持ちでない方は買っていただきたいなと思います。でタンパーです。でタンパーはどうやって持つのっていう方おられますが、まあ、こんな感じで、注意点は ここがまっすぐっていう感じですね。これはこうとかでもないし、こうでもないし、こう持つのもおかしいですので、ちゃんとまっすぐ持って、で、まっすぐ打ち込んでもらえればなと思います。で、タンパーの重さ、これもまたお話ししようと思います。まあ、流行りは10キロぐらい、昔は15キロぐらい、さらにその昔は、なんか噂によると25キロとか30キロだったそうです。さすがにそれは筋トレしないと押せないんで、まあ、そこまで押さなくていいかなと思います。で、ピッチャーはいつものラトルウェアですね、使っていきます。それと生徒さんがラトルウェアを1個プレゼントいただきました。ありがとうございます。もうどんどん使っていきますので本当に助かります。さてではいきます。で今回は抽出量は少ないですので、抽出時間は非常に短いです。ですのでもう、スチームからどんどんやっていきます。まあスチームでよく質問いただきますけど、まあ早めに泡立ててそのまま液体を回してもらえばそれでいいかなと思います。まあ、回るポイントっていうのさえ見つけてしまえば、あとはもうそのままこう泡立てて放置でいいですので、まあ、こう深く入れることはないですね。まあ、浅いまま置いといてもらったらいいです。とにかく回してこう手のひらで熱いと感じたらすぐに止めてもらったらそれでいいです。で、ノズルを拭いて、で空出しして、でこれを回しといてください。これ大事です。これですね、回しといて。まあ、これ撮影用に外します。それでは行きましょうか。よいしょ、ちょ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 、ちょっと言わないでくださいね。はい。で、まあカップこうですよ。で、初めは上から落としますよね。上からちょっと映らないですけど、上から落とします。私はカップの中見えてないです。でここぶつけてカップを倒して一気に行きます。気に入って上に上げて9、そうです。そのここにぶつけてカップ こぼれるかこぼれないかを常にギリギリで変えていくっていうのが重要になります。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、あんな感じでこうギリギリを保つっていうのが重要になってきます。で少しでも離れるとかけなくなりますので、ぜひこのギリギリを狙っていただけたらなと思います。
とまたカップの話になるんですけど、ラブアミックス本当に書きやすいです。こう液体がなこう流れる感じがするんですかね。やっぱ形状がかなりいいんだと思います。あとはちょっとカップは重いです。ですけどこう厚みがあって口当たりはいいんですよ。ぜひよろしければ一度試してみてください。こう出てます。美味しいです。ぜひ、もう本当にそれを狙っていただきたいなと思いますので、頑張っていってみてください。当店舗では1対1のラテアート教室をやっております。で6月もかなり埋まってきましたので、ぜひ早めに決めていただけたらと思います。こういった細かいポイントっていうのは結局自分じゃ分からないんですよ。本当にどのタイミングで離れたのかみたいな、でそれで第三者目線があってここですよみたいなポイントをもらうことで、ああそういうことかっていうことで結果と検証ができますんで、もう当たり前のごとくラテアートっていうのはできていきます。で初心者の方でも大体1回でハートはできてしまいますね。で少し経験されてる方でしたら1回書いて2回目でもうハートがドーンってできてしまって、何しようかなっていう感じになったりします。それぐらい誰かに見てもらってポイントを教えてもらうっていうのは大事です。よく教室でなんかそのなんでできなかったか考えてみましょうみたいな方もいますし、まあ、見て覚えろみたいな方もいますけど、もう何でしょう、それは教室ではないですね、うん、そんなとこ行っても本当に金の無駄ですし時間の無駄です。もうできるとこはうちはできますんで、よろしければぜひ一度参加していただけたらなと思います。ぜひ未経験の方も3時間でハートができて、では3回コースとかでしたらハートと何かができるようになって、6回コースでしたらハートリーフチューリップができるようになって、で12回コースでしたらもうなんかもう組み合わせも何でもできるみたいな、 YouTube 見たら大体わかるよみたいな感じになりますので、よろしければぜひ挑戦していただけたらなと思いますので、お待ちしております。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。